ハローもミキヤです。今回はファンキードラマーという、グルーヴについて、紹介していこうかなと思います。で、これはですね、もう本当に、ドラムグルーヴ、ファンクグルーヴの中では最も有名なグルーヴの一つで、もう本当に数千回っていうほどこのグルーヴはサンプルされて、そのサンプルされた音源を他の楽曲に使うためにも、利用されたりなど、もう本当に数ある、曲のうち、このファンキードラマーのグルーヴがたくさん使われている、音楽が多いです。で、今日チェックしてもらいたい曲はファンキードラマーという曲で、ジェームス・ブランの曲ですね。で、これもドラマーのクライド・スタブルフィールド、前回の動画でも紹介しましたけど、彼が演奏してます。で、このグルーヴ実際に演奏するのすごい難しくて、で、何度も何度もゆっくりやって繰り返しグルーヴを聴いて、覚えるのがポイントかなと思うんですけど、鍵になってるポイントとしては16分音符。このハイハットで入ってる16分音符がすごい特徴的だなと思うんですけど、ファンキードラマーの音源を聞いてもらうと分かるんですけど、このハイハットがすごい繊細というか、なんかものすごい力を入れて演奏してないような感じに聞こえるので、そこをちょっと意識してもらいながら、16分音符一生懸命刻もうとすると、聞き手が右手の人だと力が入りやすい、力みやすいことが多かったりとかするんですけど、そこをうまい具合にちょっと力を抜いてやってみると、どういう風になるか、どんな音が出せるか、挑戦してみてもらいたいところです。はい、じゃあブレイクダウン、どうぞ。で、ここで話はちょっとそれるんですが、ジェームズ・ブラウンは、前回の動画でも紹介したように、クライド・スタブルフィールドと、ジョン・ジャボ・スターク2人のドラマーを同時に使ってた、時期があります。で、なんでジェームズ・ブラウン2人もドラマー使ってたのかっていうと、もともとその全ての楽器、バンド内の全ての楽器は1人ずつしか、メンバーを使ってなかったんですけど、ある時そのバンドが、この曲はちょっとやりたくない、このパフォーマンスはちょっとしたくないみたいなのをパフォーマンス そのライブの直前に言って、で、その時ジェームズ・ブラウンは、そのショーはやらなきゃいけなかったんで、その場では何もしなかったんですけど、結局その後こういう風に自分のパフォーマンスがそのバンドメンバーがやりたくないって言って、その思い通りに進まないのはちょっとこれはまずいということで、で、そこから、その全ての楽器、ギターもベースもドラムも全ての楽器に最低2人、バンドメンバーを雇うことに決めるんですね。こうすることによって、例えばこの人がいやこれやりたくないとか、この人今日できないとか、そういう風ななんかそういう都合が合わないことがあったとしても、必ずそのジェームズ・ブラウンは自分が、思い通りに描いているステージパフォーマンスをできるということで、その一貫したクオリティの高いパフォーマンスを維持するために、ジェームズ・ブラウンは同時に複数人のメンバーを雇っていたというふうに言われています。はい、ということでね、今回はこんな感じで終わりにしたいと思うんですけど、質問などあればぜひコメント欄の方からお願いします。